さあ次はゴンドラに乗ります。板を外して今階段を登ってます。でゴンドラ待ちです。ねー、はい、横断の方は中でお願いします。こちらの次も中でいいです。あ、これも中。こちらちょっと逆さまで、ガン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 乗り込んだイエーイ。この短いのは中に持ち込んでくれって言われた。楽しいゴンドラ、愉快なゴンドラ、ゴンドラ、ゴンドラ降りる。降りる。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとう。はい、降りてきたよ。どんだけ乗ったんだろう。15分ぐらい乗ってたかな。どこまで上に来て無事に今度は降りられるのかっていう問題があります。さあ行ってみましょう。なんかすごい気温差が一気に寒くなった。視界不良だそうです。前が見えないそうです。履くよ、これ履くよ。ガシッ、あ、履けない。ガシュン。さあ行くぜ、滑るぜ。宗さんのは履くのが大変なのね。苦戦中、ダイエット、ダイエット。すみません。来たよ、てっぺん。現在地ね、ゴンドラで一番上まで来ました。いやー、かなり長いコースを今度は下の方まで降りていきます。ただ、視界が悪い、何も見えない。近くのものがほとんど見えなくなってます。行くぞ。さあここからちょっと急な斜面を瀬戸さんが滑っていくことになります。おー、来た。でーでるるる。おー、危ない。瀬戸さんが前の方で転んでいる。ただ視界不良で皆さんにお伝えできるかどうかが。よいしょ。あー、よいしょ。お、立ち上がった。さあスタートです。あれ、峰さんがまた板外れちゃったみたいです、はい、上にね、ゴンドラがあるの。すごいね、晴れてればすごいいい雰囲気だと思う。景色もすごいと思うんだけど、現在は何も見えません。しかも、あた、顔に雪がガツガツと当てて、痛い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 という感じになっております。キロロスキー場、痛いです。じゃあスピードを出していこう。よいしょ、行くよ。はい、シュー。さあみんなに追いつこう。追いつくよ、滑って。いやーで、なんかさ、ほんと滑れてんだよ。25年ぶりにやってもさ、できるもんだね。よいしょ、はやー、はいやー、はいやー。止まっちゃう、止まっちゃう。カズさんが止まっちゃう。よいしょ。あ、スノボってあれなんだ、止まっちゃうとこには弱いんだ。そう、弱いスピード出していかんと。はあ、そういうスポーツなんだこれは。よし、カズちゃん止まってると。お、来た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 。少々滑り始めてます。到着。お待たせいたしました。